町の高台ドームベルクに立つリムブルク制度リムブルク、アンデアラーン、またはリムブルクアンデアラーンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議ー,ー選行政管区のリムブルクイコールバイル軍に属す市である。本市は、同軍の軍庁所在地であり、人口約3万5千人の軍内最大の都市でも、ある。リムブルク市は、ヘッセン州地域計画上、 上級都市機能の一部を有する中級都市機能を満たしており、隣接するラインラントップファルツ州のディーツと共に、州をまたぐ人口約4万5千人の二重中心を形成している。リムブルクは、その立地から人口密度の低いヘッセン州東部及びラインラントップファルツ州ラインラン軍の一部の中心都市機能を担っている。この町は、 主に高キロマネスク様式の聖御をルク教会を有するリムブルク市教区の市教座都市として、あるいは高速鉄道路線ケルン、ライン、マインのリムブルク南駅で知られている。東から見たリムブルク中心部リムブルクは、ヘッセン州の西の宗教に面しており、タウヌス山地とベスターバルトとの間のラーンガー領岸に位置している。本市はラインシーファー山地内の タウヌス山地とベスターバルトに囲まれたリムブルク盆地と呼ばれる盆地のほぼ中央に位置している。肥沃な土壌と良好な気候に恵まれたリムブルク盆地はヘッセン州で最も収穫効率の良い農耕地の一つであり、中世以来ラーン川の土市地として交通地理学上重要な土地である。普段は狭いラーン川下流の谷が盆地内ではかなり広がっている。 リムブルクの高度は117メートルである。シュタフフェルシクの一部は、地域の西側に離れた飛び地となっており、飛び地とリムブルク市本体との間には、ヘッセン州の町エルツとラインラントプハルツ州の町、キュッキンエンがある。リムブルクの市街地は、市境を越えて広がっている。ラインラントプハルツ州の隣町ディーツ市は、リムブルクと継ぎ目なく一体化している。本市に隣接する。 市町村は、北はエルツ及び、ハーダマル、北東は、ベーゼリヒ、東は、ルンケル、南東はフィルマー及びブレヒエン、南は、ヒュンフェルデン、南西は、ホルツハイム、西は、ディーツ、アウル、ギュッキンエンである。40km から 60km 圏内にある、近隣の大きな都市としては、北東に、ベッツラート・ギーセン、南東に、フランクフルト・アムマイン、 南にビースバーデン、西にコブレンツがある。リムブルクは中部ヘッセン気候区に位置しており、中位度帯の穏やかな気候である。谷間の形状や高度の違いから局地的な気候には違いが生じる。ラーンタールの北や南の高台では平均年間800ミリメートルの降水がある。リムブルクシクズシク市は中核市のの他に7つの市区で構成されている。 これらの市区はかつて独立した町村で、ヘッセン州の地域再編に伴い合併した地域である。まず1971年10月1日に、ディートキルヒエンが、リムブルクに合併した。同年12月31日に、アールバッハとリンデンホルツハウゼンがこれに加わった。エシュホーフェン、リンター、オフハイム、シュタッフェルは、中法に従って1974年7月1日に、 合併した。これと同時に公式名称がリンバーグと改名された。リムブルク・アンデアラーン氏の市区を人口順に記す。住宅地地元住民や企業は、例えば住所を言う際に、市区の他にブルーメンロートということがあるが、これは中核区南部の住宅地の名称である。1967年に新設された、この住宅地の名前は、かつての荘園。 ブルーメンドートに由来し、リムブルク自由福音主義協会組織が再開発した地域である。中核宿のラーン川対岸に位置するブルッケンホアシュタットも同様で、1564年にはすでに、コイヒという名前で記録されているが、1795年にフランス軍が侵入した後ほぼ完全に消失した。最も新しい住宅地は2002年に建設されたアイス。 シュタット・リムブルクである。この他に中核市区内にある住宅地はフランクフルター・フォアシュタット、ディーザー・フォアシュタットおよび独自の中心部を形成しているノルドシュタットがある。リムブルク内市街や旧市街も中核市区内の独自の住宅街に数えることができるが非公式なものに過ぎない。リムブルクという地名の語源は完全には明らかになっていない。 これはおそらくメロビング町時代にこの地に築かれた城塞に由来している。この集落は910年に初めてリントパークとして文献に記録されている。提唱されている2つの説を紹介する。2012年に新たに建設されたラーンタールイコールアウトバーン橋の付近で考古学調査が行われた。これにより新石器時代の小集落風の入植地が発見された。 発掘された壺の破片は、紀元前5000年頃に作られたもので、リムブルク地域で、それまでに発見された、入植地の中で最も古いものであった。他に、広さ14ヘクタールの土地で、アウグストステージ代のローマ軍の基地が2基発見された。これは、リメスから遠く離れていることから期待されていなかった、成果であった。同様の移行は1935年の、 帝国アウトバーンの建設時に一部が発見されていたが破壊された。リムブルクのドームベルクにおける出土品から紀元前500年頃にはすでにケルト人の集落が形成されていたと推測される。その中心が現在の聖堂広場である。760年頃に初めて後のドームベルクにメロビング町の防衛施設が築かれた。これはおそらく ラーン川の土彰地を監視するために作られたものであった。この頃、方へ街道がラーン川を渡って、南のマインツ及び、フランクフルト周辺地域と、ゲン付近の鉄加工地域との間を結んでおり、リンブルクからはランゲマイルを経由していた。この頃のライン方面へは、もっと西のディーツやシュタッフェルでラーン川を渡っていた。この城の庇護のもとで集落が形成され、 都市に発展していった。リムブルクの名前は910年に初めて文献に記述されているが、それは集落の名前ではなく地理的状況、すなわち山の名前であり、リントパークと表記されている。ヨー道をルートビヒがガウノハクコンダートクルツボルトにオーバーブレフィエムの館を付属するすべてのものと工作する土地とともに与えた。コンダートは与えられた所領の ラーン川下半の石灰岩の岩山の上に城を築いた。この文書では、セーゲオルク聖堂三次会はまだその存在が確認されない。この状態は現在、痕跡も残されていない。この文書は現在ビースバーデン中央文書館に収蔵されている。現在のリムブルク聖堂にあたる三次会協会の建設は、おそらくこの文書が作成された直後に始まった。 三次会協会の設立後この集落は、急速に重要性を増し、兵士トラースへの活発な貨物輸送の恩恵を受けた。協会と一門が保持した大関係によって、リムブルクのコンラディン家はその後の権力基盤を作り出した。三次会は、クルツボルトとヒルデスハイム司教ディートハルトの西願により、940年に今度は、夫を一世から新たな寄進を得た。 それまでニーダー・アッツォイツハイムの貴族エイバーハルトが所有していた土地を聖職者の成形工場のためにこれを送ったのであった。この文書はクベトリンブルクで作成された。その後まもなく、おと一世はこのリムブルクの三次会をその所有財産と共に自分の庇護下に収めた。これにより、この三次会を攻撃して脅かす者は王の報復を恐れなければならなくなった。 王は何人たりとも、クルツボルトの死後にもリムブルク参事会を霊園として授けたり、譲渡することはできないと定めた。この規定及び類人の法的活動は、この参事会が、従って、リムブルク自体が、おそらく10世紀には、すでに、遅くとも12世紀初めには、法的にも、政治的にもニーダーラーンガウの一部ではなくなっていた、ことを推察させる。 コンラディン家は10世紀後半にニーダー・ラーンガウの白の地位をディーツ家に奪われた。ディーツ家はその少し前にこの地域に現れたばかりであったが三次会の大官としてリムブルクを保持した。ディーツ家はすぐ隣のディーツを新たな権力中心として拡充した。皇帝コンラート2世は1世紀に聖下オルク三次会にブドウ畑とホーフツーカンプを譲渡した。 ゲオルク三次会は、遅くとも12世紀初めには、本市を含む広い領域を支配しており、その大官が法を執行する権限を有して、支配権を強化していった。リムブルクも、地域支配の拠点となっていった。本市は11世紀に、約1.8ヘクタールの三次会協会と城の管轄領域から城山を下って西方面に、拡大し、12世紀初めに、 死壁で囲まれた。死壁は、後のエアバッハー豊富の南端付近から、後のローゼンガッセの東側、現在のベーマーガッセの南、現在のコルピングガッセの東を通って、再び城まで繋がっていた。死壁は、城の管轄域を含む、約11ヘクタールを囲んでいた。1160年に、ケルンからフランクフルトアムマインへの街道の一部として、 ラーン側に木製の橋が架けられ、遅くとも1227年から第一次世界大戦まで通行者に税が課された。これはこの町の歴史において最も重要な収入源であった。聖職者ゴットフリートフォン・ベーゼリヒが建造者であったと伝えられている。12世紀末に現存するリムブルク城の最初の建設が始まった。おそらく1219年にしろと。 三次会の大関権は、従って、リムブルク氏とその周辺の支配権も、イーゼンブルク家に移された。それまでには、コンラディン家からグライベルクルクセンブルクや、パイルシュタイン家、ライニンゲン家を経て、イーゼンブルク家に至るまでの、極めて複雑で、現在では、明確に解明できないプロセスがあった。イーゼンブルク家は、マインツ大司教及び、ヘッセンホーハクと一、 三ずつこの帝国からの霊園を分け合っていた。この新しい領主は、その後数十年にわたって、リムブルク住民の権利を抑圧し、自らの権力を強化しようと努めた。これに対して、発展して、経済的な重要性を獲得し、都市と認識されるようになった、この町の住民たちは、抵抗を示した。 イーゼンブルク家の暴流は遅くとも1258年から1406年まで、リムブルク城に住み、後にリムブルク家と呼ばれるようになった。この家系から、ドイツ王、アドルフ・フォン・ナッサウの日イマギナ・フォン、イーゼンブルクイコール・リムブルクが誕生した。1180年にリムブルクでの貨幣の駐造が、許可された。1214年に、シュタウフェン家の王フリードリヒ2世からこの町に、 都市圏は授けられた。本市はフランクフルトの都市圏ファミリーに属した。都市領主と市民との紛争、あるいは都市三審裁判の不一致の際にはオーバーホーフフランクフルトが決定機関となった。1279年に市とイーゼンブルク家の上司との間で協定が結ばれた。この中で 領主は都市の自由市民の権利を制限することはできないが、修道院の支配下にあるエルツ、ブレヒエン、ベルシャウは別であることが明示された。また、市を防衛し、防備を強化する権利も、この協定で厳明された。1232年にはすでにフランシスコ修道会がリムブルクで活動しており、1252年からはロスマルクトにセーラウレンティウスに剣道された。 固有の木造教会を有していた。この建物は14世紀初めに現在の市教会に建て替えられた。かつての三次会教会の場所には制ルク聖堂が建設された。その建設が始まった時期は正確に判明していないが1235年に完成している。1246年からリムブルクにベギン会が存在していたことが証明されている。その会員は 特に市民階級の女性で構成されていた。ゲルーラ派イの養成によって、リムブルクビルヘルミーテン修道院が、初めはラーン側の中洲にも置けられた。レーマー2から4から6の家1289年5月14日に壊滅的な都市火災が起き、リムブルク内市街の広い部分が破壊されたが、すぐに復興された。リムブルクに現存する。 おそらく最も古い建物である。テーマー2から4から6番地の家屋はこの時に建設されたものである。12世紀から13世紀に2つのフォアシュタットが建設された。そのうちの1つはフランシスコ海の集落と関連して城の南に建設された。湿った土地で建築条件が良くなかったことから単純な職人が主に住んだ。その後数十年の間に 教会沿いに、市の大きな住民墓地、ラウレンティウスキルヒホーフが設けられた。もう一つのフォアシタットは、現在のコルンマルクとの東からプレッツェやザックガッセを経由して、レールガッセまで、市壁前に球場に発展した。1304年に初めて、デオルク三次会の付属神学校の存在が証明されている。後の資料では、三次会学校は、 現在の聖堂とミハエル礼拝堂との間にあったとされている。ここには三次会付属神学校の他に小さなラテン語学校も入居していた。ノネンマウアーの女学校は1484年以前には存在していなかった。度重なる洪水災害のためビルヘルミー店修道院は1317年にディーツ門前のフォアシュタットに移転した。さらに、 プレモントレ会アルンシュタイン修道院や死闘会、エーバーバッハ修道院も立派な建物を有した。ベギン会は遅くとも1341年に自前の建物を有していたが、1417年に最後の記録がなされている。ロスマルクトとジョーヤマ南西の2つのフォアシュタットは、1225年から1230年に魔の支壁が建設されたことで、 防衛施設内に取り込まれた。14世紀半ばまでにさらに3つのフォアシュタットが建設された。ラーン川右岸に位置し、現在もその名で呼ばれているブリュックフォアシュタット、ハンマー門前のフランクフルターフォアシュタット、現在のノイマルクト付近の集落がそれであった。これらのフォアシュタットや壁の前に位置する村落は1450年の少し前に門や 塔のある壁が設けられた堀で囲まれた。この暴類は本来の市壁の遥か前方、現在の市での街道筋あたりに伸びていた。ホアシュタットの住民はエリート商人と比べ市の事業に関与することができず、はじめは市議会に代表を立てることもできなかった。それにもかかわらず彼らは自治体の経済的負担を担わなければならなかった。 1458年になって二人の議員を立てることが許された。この頃城山は元来の城や修道院の他に下級貴族家の屋敷を含む付属建築物で建て込んでいた。1315年と1346年におそらく二つの後期に分けて石像のラーン側の橋が建造された。遅くともこの石像の橋建設によって ブリュック・ケンォアシュタットが建設された。最初の大きな建築工事は、セリオ協会を含む、旧診療所であった。市東会マリエンシュタット修道院は館を建設するために1340年から4県の家屋を購入した。1359年以前に、ブリュック・ケンォアシュタットは、堀と堀で守られた。ここには、コイ・ヒャーモン、ディート・キル・ヒャーモン、 ハーネン門の三つの門が設けられた。同様の施設はすでに1343年、1344年にラーン川左岸のフォアシュタットを守るために建設されていた。皇帝ルートビヒ四世は1336年にこの町のユダヤ人保護権の所有者がリムブルクの領主であることを認めた。早くもその1年後にユダヤ人たちはこの町から追放された。 ユダヤ人は1341年に王の命令により再びこの町に住むことができるようになった。しかし定住は住民たちの抵抗に遭い短い期間で終わった。1349年には再びユダヤ人に対する排斥が起こり、この町から追放された。この追放に伴い、エアバッハー法府近くにあったミクワーやユダヤの礼拝施設が廃止され、 修道院に売却された。十四世紀後半にはユダヤ人が住んでいたが、その範囲はコルンマルクトの月頭に制限されていた。ここには初めて記録されたシナゴーグがあり、新たなミクワーが設けられた。三百四十四年に本市はその半分がトリーや選定校に引入れされた。この出来事はリムブルク家が次第に衰退していったことを示している。 この頃には、リムブルク家は、リムベルク市民からも相当額の借金をしていた。1342年に起きた新たな都市火災や、ペスト、とりわけ両方君主の台頭により、貴族化は衰退していった。これと関連して、この町は、次第に、局地的なフェーデに巻き込まれていった。本市は、1359年には、鳥屋選抵抗による、フィルマー征服に、 1360年にグレーテンシュタイン城の破壊に参加した。1372年10月にリムブルク軍は、その2年前に都市圏を獲得したばかりのエラーを破壊した。この町に盗賊クレートブッセが滞在しているというのがその理由づけに使われた。カッツェンイエルンボーゲン博の尽力により、 リムブルク氏は最高級定裁判所から2000マルクの賠償金を支払うよう宣告された。しかしリムブルクはフランクフルト市の裁判官カツカにあったため、この判決は執行されなかった。1380年にシュタッフェル領主家がリムブルクを攻撃し、ブリュッケンフォアシュタットの20軒の家屋がシュタッフェル軍によって焼き払われた。おそらく1399年の後すぐに、 フィッシュマルクトに市庁舎が建設された。1406年のヨハン2世の死によって、リムブルク家の最後の男結後継者が断絶した。死と町はすでに半分が鳥や広塚佐教に七入れされており、1380年に本市に関する帝国霊園の領主権を譲り受けたため、大司教は領主権全体を獲得した。1420年に全域が、 トリーアーセンテーの所有となった。トリーアーセンテーは、リムブルクの半分を、騎士のフランクフォン・クロンベルクに仕入れしたが、この共同統治者は、リムブルク市民に嫌われており、紛争が起こった。このため、クロンベルクは、この七草を1435年に、ヘッセンホーハクルートビヒ一世に譲渡した。この所有地はさらに細分化された後、百八十二年から、再び、 ヘッセン砲クと鳥や剪定工だけで分割された。中世には毛織物と布の取引がリムブルクの主要な経済分野であった。さらに小さな都市領域内でブドウ栽培が集中的に営まれた。しかし1600年までにはこの経済分野は衰退した。30年戦争の間に地域におけるブドウ栽培は完全に消滅した。 ドイツ農民戦争の動乱を受けて1525年にリムブルク住民も騒乱を起こした。鳥居や選定校が住民たちにルター派生職者を本市から追放するよう要求したため議員資格を持たない住民からなる委員会は5月24日に30項目の要求リストを提出した。その中には主に財務決定に関与することと税、公益、 建設問題における商人との公正な取り扱いが要求されていた。この要求は委員会と議会との数日間の交渉で16項目にまで絞り込まれ、その後選定校との協議に入った。しかし8月5日に大司教理ヒャルトは議会は市民に対する全ての情報を撤回するよう命令した。さらに集会の禁止と議員資格を持たない市民が2人の代表者を議会に 出席させていたことも禁ずることを命じた。宗教改革がこの町にさらなる紛争をもたらした。しかし、鳥居や選定工領に属していたためこの町はカトリックに泊まった。町の修道院は打撃を受けた。ビルヘルミーテン修道院は1568年に最後の修道院長が亡くなった後に、フランシスコ会修道会は1577年から1582年の 間に閉鎖された。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同伴画に描かれたリムブルク30年戦争の間、リムブルクは1631年と1635年に行軍する兵士に略奪され、包囲された。交通の便が良い立地であることから本市は行軍ルートの一部となっており、このため兵士たちは住民の近くで宿営することを好んだ。 翌世紀の第一次大仏大同盟戦争でも、リムブルクは無傷では済まなかった。1796年に撤退中のフランス軍は、いわゆるリムブルクの戦いで、オーストリア軍がラーアン川を渡ることを阻止しようとした。砲兵戦で、町の一部が消失した。リムブルクのフランシスコ修道会は1635年に、その2年前に設立されたチューリンゲンフランシスコ会。 修道管区の一部となり、急速にその中心となっていた。この管区は1762年までリムブルクに本部を置いており、1811年まで管区の中央修道院が設けられていた。フランシスコ会は1664年に町の若者のためのギムナジウムを開校し、1749年にこれを拡張した。1760年代に、 学校制度の根本的な改革がなされた。数多くの私塾が閉鎖され、中世から存在する二つの学校、すなわち、男子のためのシティフツ修炼と女子のためのの年修炼に、加えて、さらに二校が設けられた。両校は、市のホスピタルファウンドから、経済支援を得た。こうして、病院の建物内に、男子のためのホスピタル修炼と女子のための、ユングフェルン修炼が設立された。 18世紀末に女子校の2校は統合され、三次会組織の解散によって著しく縮小されていたシティフツ修炉は1817年にホスピタル修炉に併合された。1813年にフランシスコ会修道院が廃止された。これに伴い、フランシスコ会のギムナジウムも活動を停止し、リムブルクはラテン語学校を有しない。 したがって、上級の学校に進学する機会を提供する施設のない都市となった。その後、市立のラテン語学校を設立しようとする試みが何度も行われたが、いずれも短期間で並行した。最終的に1837年に、都市教区司祭、カスパー・ハルムが、かつてのフランシスコ会議ムナジウムのスペースに、ラテン語学校を開設する認可を、公爵から得た。 1846年に以前失敗した国立実家学校が今度は市の学校理事会の主導で前回と同じ病院施設内に設立された。これにより市立のラテン語学校は廃止された。プロイセンによるナッサウ併合後、この実家学校はプロイセンの学校システムに従って1869年まで高等市民学校に改編された。 その後この学校はギムナジウムとなり1903年に初めてアビトゥアを授与する資格を得た。1872年にホスピタール通りに女学校のための新しい建物が完成した。さらにその後、ホスピタール修でから遠くないベルナーゼンガー通りに国民学校がもう1校設けられた。体操の授業は19世紀にロスマルクトのホールで行われた。 1880年に拡張される以前のリムブルク駅1806年にリムブルクは新設されたナッサウ広国に編入され900年にわたって存続した三次会が廃止されて三次会協会は教区協会となった1818 18年には私壁が解体された同じ年に最初の実家学校が設けられたが 実際に授業が始まったのは1819年からで、1824年には並行した。1827年、ナッサー校、ビルヘルムの誓願によりこの町はカトリックの主教座都市に昇格し、教区教会は聖堂の地位を獲得した。1830年にコルンマルクとの死壁が破壊され、その後完全に取り壊された。 1848年の自由化運動は、リムブルクのカトリック信者が何世紀もの間ベーゼリヒのマリアの救済巡礼礼拝堂にも出ており、強い信仰心を持っていることを知らしめることとなった。広島戦争の結果、1866年にリムブルクはプロイ占領となったが、それ以前の1862年からリムブルクは鉄道の重要な結節点となっていた。 リムブルクは1886年に新設されたリムブルク軍の軍長所在地となり王が指名する軍長の所在地となった。町の消防団は1867年2月6日に創設され石鹸工場主のヨーゼフ・ミュラーが団長に選ばれた。リムブルク消防団は1873年6月2日に設立後最初のビースバーデン県消防連盟の 連盟集会の主催者となった。1892年にパロッティ改修同士が初めてドイツに来てリムブルクに拠点を置いた。1895年にパロッティ女子修道会もこれに続いた。バルダードルファー抱負は手狭であったため、この宗教団体は1896年に土地を取得し、最初に連動所を建設した後、1926年、1927年に、 カトリックの聖マリエン州動員協会を建設した。1900年に、市の行政当局は、ベルナー・ゼンガー通りの新しい市庁舎に入居した。1900年頃のリムブルク・リムブルクは、本来の意味での軍事基地都市ではないが、軍事補給施設や軍事指令施設が何度も設置された。ドイツ帝国軍、バイルブルク地方司令部は、1889年にリムブルクに移転し、 1918年まで、ここにあった。1910年4月24日には、飛行船 LZ5 が、バートホムブルクでの皇帝エビルヘルム2世を称える、パレードからの帰路に、強風のため、フグーとブルーメンロートに、緊急着陸した。翌朝、渓流柵が引きちぎられ、無人のままヴァイルブルク方面に飛んでいき、そこで山に衝突した。 1967年に作られたブルーメンドート地区を東西に貫く通りは、この事件にちなんで、ゼッペリン通りと名付けられた。1904年にベルナーゼンガーシューレは大幅に拡張された。1908年にロスマルクトの国民学校校舎が放棄され、国民学校はビルヘルミーテンシューレという名で、旧ギムナジウムの増築部分に移転した。 1909年にリムブルクで最初の知的障害者のための補助過程が設けられた。1944年の爆撃でベルナーゼンガーシューレの校舎は半分が破壊された。第一次世界大戦後、1919年から1923年までのラインラント占領の間、リムブルクは占領されなかった。バイマル共和国の最寄りの都市であったため、 ボトルネック自由国の首都で裁判所の所在地となった。市議会議員でリムブルク市長のクリュスマンが1933年に突撃大兵士に屈服して辞任する1年前、アドルフ・ヒトラーがドイツ遊説の一環でリムブルクのノイマルクとで演説を行った。1938年、この町に国防軍艦区司令部が設けられた。終戦直前には 第 13SS 鉄道建設旅団が駅の運営を維持するためにリムブルクに移転した。1944年からエアバッハー法府に師匠を置いていたゲシタポフランクフルト、マインの依頼でパロッティ会の資産を着服するために1941年から1944年の間に12人のリムブルクのパロッティ回収同士が逮捕された。彼らはまずフランクフルトに送られ、 そこからダッハウ強制収容所に移送された後、二人が殺害された。リムブルクの都市教区司祭、ハイン・リヒ・フェンデルは、聖堂参事会、教会役員会、パロッティ会の協力を得て、1943年にマリエン教会を中心とする教会区を建設することで、リムブルクからのパロッティ改修同士の追放を阻止した。教団は1年後に伝道書と、 境界から去ることを余儀なくされたが、第二次世界大戦直後に戻り、現在もそこで存続している。1944年12月23日の空爆後のリムブルク駅走車場、第二次世界大戦中リムブルクは、主に鉄道施設のために、合計11回空爆の目標となった。1945年3月25日の朝、激しい攻撃が行われ、 40人の犠牲者が出た。翌日、アメリカ軍の第一陣がこの町に進軍してきた。1945年7月から、リムブルクは旧ナッサウ州の一部として、アメリカ管理地区に属し、その後新たなグロースヘッセンの一部となり、最終的にヘッセン州に組み込まれた。1966年に、ドイツ連邦軍の中部受品分隊がアマインツから、 リムブルクに移転した。この部隊は、主に第三軍団の物品補給を任務とし、かつてのシャイト社に入居していた。補給司令部には300人以上が勤務しており、多くの倉庫を管理している。1976年にはさらに用具倉庫が、リンデンホルツハウゼンから、リムブルクの補給司令部に移転した。ドイツ連邦軍のリムブルク文書は廃止された。九百六十年代に、 多くの住宅地や産業用地が建設され、中核宿は特に北、北東、南方面に拡大した。東側と西側には建物の境界線がほとんど変わらずに残された。1988年にリムブルク消防団が1万人以上の参加者を集める第13回ヘッセン消防の日を開催した。リムブルク戦1 0 0年祭記念切ってリムブルクは2010年に 初出から1100周年を祝った。これを記念して2010年初めに記念切手が発行された。この切手は北西側から見た古いラーンバッシュと共闘及び、聖堂が描かれた1862年のジョージ・クラーク・ソン・スタンフィールドの絵をモチーフとしている。オリジナル作品はボンライン州立美術館に収蔵されている。現存する資料でリムブルクは 以下の表記で記述されている。以下のリストは、ルンケルの属した両方及び行政体を外観するものである。1790年から2017年のリムブルク、アンデアラーンの人口推移、リムブルクは19世紀初めには、小都市であった。市町村合併で初めて現代の定義で敷地を超え、その後急速に人口が増加した。 国家社会主義の時代と1960年代以末を除き、人口は常に増加を続け、2005年に3万3977人の最大値を記録した。2005年から2010年までの間、人口はわずかに減少した。この傾向は2011年に集結し、2012年に3万3619人にまで増加した。人口統計学的発展に基づく、 ヘッセン州統計局の予測は、中期的に3万4000人を大きく超える人口増加があると予想している。特に60歳以上が周辺部の田舎から都市部に移動する。2015年12月31日現在の外国人比率は15.2%である。カトリック教会この町は1827年に創設されたリムブルク市教区の市教座都市である。 この司教区には、旧ナッサウ公国、ヘッセンホムブルク砲白領、フランクフルトアムマイン氏が含まれる。福音主義協会リムブルクの2つの福音主義協会は、ヘッセンナッサウ福音主義協会の教区監督管区に属している。リムブルクの協会組織は19世紀初めに成立し、シュタッフェルの福音主義協会の司教会であった。この教会組織は1831年に、 ナッサウ港からエアバッハの礼拝堂を寄進され、12月にシュタッフェルの牧師、ゲオルクニンクによって建造された。リムブルクの定常的な人口増加のため、より大きな教会堂が必要となった。この教会堂は1866年5月29日に完成し、現在もリムブルク近郊鉄道駅の近くにある。リムブルクは1879年になって、やっと独立した。 福音主義教会組織となった。1973年から1975年に教会は改築された。教会を分ける2つの中天井が設けられた。3階建ての最上階は教会として残され、2階は隣接する教区の教団スペースとされた。1階には現在、若者向けのレジャー施設がある。ユダヤ教最初のユダヤ人は1190年頃に、 フランクフルトからリムブルクにやってきた。ユダヤ教組織は1278年に文献に記録されている。この年にカンマークネヒトシャフトが皇帝からリムブルク上主に移された。ユダヤ人街はコルンマルクトと,と現在のビショフス広場との間、およびフライシュガスセと現在のコルピング通りとの間にあった。ユダヤ人街は一部が壁で残りの市街と分けられていた。 シナゴーグは14世紀前半からその場所にある。武闘場、学校、浴場もあった。14世紀初め、フランクフルトのユダヤの戦いの結果、ほぼすべてのユダヤ人が町から追放された。コミュニティはすぐに回復された。1420年にリムブルクがトリーア選定公領になった際、他の大使教領と同じく、この町でもユダヤ人追放が始まった。 ユダヤ人コミュニティは1450年頃に再び消滅した。その後数世紀の間、リムブルクではユダヤ人は散発的に住むだけで大きなコミュニティが形成されることはなかった。18世紀までフィッシュマルクとの地下倉庫がシナゴーグとして利用された。1620年頃にアンブロジオスピノラがナッサウ領を占領すると6家族のユダヤ人がリムブルクに逃れてきたが、 1629年までに市民たちによって再び追い払われた。1910年に撮影されたシーデのシナゴーグ30年戦争後にやっと持続的なユダヤ人コミュニティがリムブルクで形成された。1725年にユダヤ人条例が交付された。1754年に6家族のユダヤ人がいたことが証明されている。 1852年に60人の1910年には281人のユダヤ教信者が記録されている。18世紀のリムブルクのユダヤ系住民の一部は大変に裕福であったことが分かっており、その中の二人は町の最高額納税者となった。ユダヤ人墓地は現在シュレンケルトと呼ばれる地域に設けられ、1820年まで用いられていた。その後、 現在も存在しているシャフスベルクの墓地が設けられた。管轄するラビはディーツにいた。ユダヤ人は1868年に福音主義教会からエーバーバッハ修道院の旧礼拝堂を買い取り、シナゴーグに改装した。1903年にネオロマネスク様式の新しいシナゴーグがシーデに完成した。このシナゴーグには201の男性席と104の 女性席があり、隣接するミクワーを利用することができた。1932年には296人のユダヤ人がリムブルクに住んでいた。第三帝国で行われた迫害によりその数は急速に減少した。1937年にはまだ154人のユダヤ人が住んでおり、1938年の水晶の夜の後でも86人がいた。 旧シナゴーグ跡には現在、ブロンズ像が混流されている。これは2015年に、地方裁判所の向かいに設けられたものである。1939年9月末時点で、リムブルクには8人の年老いた、ユダヤ人が住んでいた。約80人のユダヤ人は移住していった。他の人々の運命は定かではない。その多くはおそらく殺害されたと推測される。 1945年に故郷に帰ってきたユダヤ系リムブルク住民はわずか3人だけであった。本市のユダヤ人コミュニティで最もよく知られた人物で、1933年にカトリックに改修した詩人で、郷土シアのレオ・シテルンベルクは、1937年に亡命先のユーゴスラビアで亡くなった。1998年から、 リムブルクには再びユダヤ教会が存在しており、2009年時点で200人の信者がいる。このコミュニティはもっぱら、ロシア系移民で形成されている。2009年2月、ブルクッケンホアシュタットに新しいシナゴーグが完成した。他の多く都市と同じように、リムブルクでも2013年から国家社会主義によるユダヤ人犠牲者を追悼するストルパーシュタインが、 設置されている。ムスリムオミジラムスリムジャマート教団のベートウル、アハドモスクは2012年5月にリムブルク警察署の向かいに完成した。イスラム教会ミリ GR ーーのやや小さなファティモスクはアイゼンバーン通りにあり、1990年に作られた。ファティは征服を意味しており、キリスト教の都市であったコンスタンティノープルを征服した。 メフメト2世にちなんで名付けられた。ジティブ教会のビラルアイ、ハベシモスクは1980年から存在していたが、2008年に新しい建物の提訴がなされるまで、かつての製材所に仮の礼拝施設が設けられていた。2010年10月2日にブルーメンレーダー通りに新しい建物が開所された。この施設は高さ約18メートルのミナレットを持つ、現在リムブルク。 アンデアラーン最大のモスクである。リムブルク・アンデアラーン市長者、リムブルク・アンデアラーン市の市議会は45議席からなる。本市の市長は2015年12月2日からマリウス・ハーンが務めている。彼は1997年12月2日から2015年12月1日まで市長を務めたマルティン・リヒャルトから市長職を引き継いだ。 2015年6月14日の市長選挙では53.2%の票を獲得したハーンが対立候補のミハイル・シュタンケに勝利した。この選挙の投票率は41.6%であった。第二次世界大戦後の市長を歴記する。この町は1200年頃にはすでに印象を用いていた。しかし、現存していないため、そのデザインは分かっていない。 二番目の現存する印象は、デザインは現在の紋章と似たもので、1243年に使用が確認されている。現在の紋章は1908年から使用されている。図柄、青地に、強壁のある塔を三本持つ銀色の城。中央の塔には青い盾が掲げられている。その中に二列の赤と銀色の一末模様の帯で、 分割されており上部は7つ、下部は6つの金の小長方形が横向きに配置されている。解説、この紋章は日本の側頭と中央の楼門を有する城の防壁を描いている。防衛台の下にイーゼンブルクイコールリムブルク家の紋章が掲げられている。リムブルクは以下の都市と姉妹都市関係にあるリムブルクとリッチフィールドとの姉妹都市締結により、 サントイコールフォアイコールレリオンとのサークル、姉妹都市関係が成立し、2012年に、その成立20周年が、リムブルクで祝われた。同年、姉妹都市との連帯の印としてこの町は、オイローッパ広場で、天然石にはめ込んだ4つの姉妹都市の紋章を除幕した。1956年に、ウニチェフ市から追放された、ズレーテンのドイツ人に対する支援協力関係を、 締結した。1961年に、本市は、連邦海軍の有望と母艦に対する支援協力関係を締結した。この船は、ラーンと名付けられたが、リムブルク市の紋章を掲げていた。この他に、アイス車両にも、リムブルク、アンデアラーンという名が付けられている。商工会議所によれば、リムブルクは、ラインマイン地方の中心都市の一つであり、 長年にわたり変動する産業への投資を行っている。小売業は一貫して高く評価されている。特に人口あたりの売上高は平均以上である。大企業の視点はわずかだが、主に様々な分野の中小企業が存在しており、リムブルクには支配的な産業分野はない。1960年代と1970年代に、いくつかの地区で産業地区が指定された。 現在、町のほぼ全方角に産業立地がある。リムブルクが企業立地に選ばれる決定的な要因としては、以前から中心的位置にあることや、交通の便が良いことが挙げられる。ドイツ鉄道の高速鉄道ケルンライン、マイン線に接続して以降リムブルクは、ケルン大都市圏や、フランクフルトアムマイン大都市圏に近い、短時間でアクセスできる企業の会議都市として、 注目を集めている。これは1万8000人以上が従事するサービス業の強化に寄与した。労働人口がドイツ全体ではわずかながら減少しているにもかかわらず、2000年から2010年までの間にリムブルクの就労者数は8.5%増加した。同時期のヘッセン州の就労者数増加率は0.5%であった。 これは新たに創出された職場と通勤者の余剰に関係している。2012年のこの町に通勤している社会保険支払い義務のある就労者の数は16,063人。この町から通勤している就労者は6,401人であった。同じ年の社会保険支払い義務のある労働者数は24,71人であった。リムブルクイコールバイル軍の職場の44。 パーセントがリムブルク市にある。リムブルクの交通地図。赤線がアウトバーン、黄色い線が連邦道である。道路リムブルクは伝統的な交通の結節点である。早くも1248年に木製のラーン橋が架けられ、1306年の洪水の後に石像の橋に架け替えられた。この他の道路橋にはアウトバーン A3 号線のリムブルクラーンタール橋。 シュタッフェルのラーン橋、1968年に架けられた新ラーン橋がある。連邦道はシーデトンネルで駅前広場をくぐり、アイゼンバーン通りで内市街地区を通り抜け、新ラーン橋を通る。中世にはすでにビアプブリカと航行可能なラーンアートがここで交差していた。現在はアウトバーン A3 号線とおおむねビアプブリカのコースをたどる。 連邦道 B8 号線がこの町を通っている。連邦道 B49 号線は、リムブルクを、西は、コブレンツ、東はベッツラー及び、ギーセンと結びつけている。軍境からベッツラーまでの区間は、現在4車線に拡幅されている。オーバーティーフェンマッハまでの区間は、ランゲマイルとも呼ばれる。B54 号線は、一方は、北の陣間に至り、 他方はディーツを経由して南のビースバーデンに向かう。B417 号線もやはりビースバーデンに至る。B54 号線の南バイパス道路が計画されているが賛否の議論がなされている。2010年代からリムブルクはヘッセン州で最も大気中の有害物質汚染がひどい都市の一つである。ヘッセン州自然環境地理局の2014年年次報告は 同規模の都市と比較してこの町は年間平均に酸化窒素化合物濃度が高いことを指摘している。この状況は主に連邦道の通過交通量が多いことに由来しているため市はヘッセン州環境省の大気汚染防止計画の実施を決定した。2018年1月31日にリムブルクに環境ゾーンが設定された。これは主に中核宿を含んでいる。 公共旅客交通シバス路線は1959年末に運行を開始した。2008年にシーデトンネルが改修され、それに伴って、レギオナルバーンホーフの駅前広場が改造され、バス運営が改革されるまでは、グラウプホルト通りの中央バスターミナル北が、シバスの乗り換え地点及び、中心地点であった。近くに位置する中央バスターミナル西が建設された、ことで、 ここを発着する現在合計6路線の市バス路線は重要性を失った。すべての市バス路線は駅前広場のゾブベストを起点及び終点としている。アイゼンバーン通りのホルツハイマー通りへの移行部、近くに中央バスターミナル南があり、駅前広場と歩行者用地下通路でつながっている。このバス停はリムブルク南駅とを結ぶ。 つまり内市街とアイスの駅とを結ぶシャトルバスやアンイコールザンメルイコールタクシーの乗り場である。中核宿以外で直接市バスで結ばれている唯一の宿がオフハイムである。2015年5月末からアンイコールザンメルイコールタクシーが公共旅客交通を補っている。これには4つの路線があり、これによりすべての宿を運行している。 特に市バスがなくなった夜間の需要を満たしている。さらに5社のタクシー会社が旅客輸送の個人交通分野をカバーしている。タクシーはリムブルク市が発行するタクシーライセンスにより18種類に分類される。中央タクシー乗り場はレギオナルバーンホーフの駅前広場にあるリムブルク駅。画面左のバスが止まっているところが中央バスターミナル南。 画面右のバスと書かれているのは中央バスターミナル北からの出入り口。鉄道交通リムブルクは1862年にラーンタール鉄道の建設により鉄道網に結ばれた。レギオナルバーンホーフリムブルクは中心的な交通の結節点に発展した。この他の鉄道路線としてはモンタバウアー経由でジールスハーンに向かうウンターベスターバルト鉄道。 ベスターブルク、ハッヒエンブルク、アルテンキルヒエン、アウ、およびジーゲンを経由して、クロイツタールに至るベスターバルトジーク鉄道、フランクフルト中央駅へ行く、マインラーン鉄道がある。マインラーン鉄道のニーデルンハウゼン駅で、ビースバーデン中央駅行きのレントヒエス鉄道に乗り換えることができる。また、リムブルクからビースバーデン中央駅への直通列車もある。 リムブルク南駅高速鉄道ケルンライン、マイン線の建設により、開業したリムブルク南駅により、本市はアイスの停車駅を有することとなった。この高速鉄道路線は、ラーンタール橋により、ラーアン川を渡り、蛇行する川の北側をリムブルクトンネルで通り抜けていく。この列車は、フランクフルトアムマイン、マインズ、ビースバーデン、ニュルンベルク、ミュンヘン、ケルン、 ドルトムーンとブリュッセル南駅へ直接運行している。長距離バス2015年5月14日から、リムブルクは長距離バス運行業者フリックスバス及びワンバス。でにより国内長距離バス号に接続している。リムブルク南駅前バス停から、アーヘン、ボン、フランクフルトアムマイン、フランクフルト空港、ハイデルベルク、ハイルブロン、ケルン、ケルン、ボン空港、 シュトットガルト空港、中便原域のバスが運行している。リムブルク校門内陸水路と、航空ラーンシュタインとギーセントの間のラーン側は、連邦水路であり、コブレンツ水路、水運局の管轄下にあり、リーツ市局がリムブルク校門の運営管理を行っている。しかし、コブレンツ中央駅からベッツラーへのラーンタール鉄道が拡充されて、以降、 水路の重要性は減衰している。この水路は主に小型モーターボート、カヌー、手漕ぎボート及び観光船、バッペンフォン・リムブルクによる観光に用いられている。最寄りの交通空港は、フランクフルト空港で、アウトバーン A3 号線経由で 63km の距離にある。リムブルク南駅とフランクフルト空港遠距離駅との 所要時間は、アイスで18分から22分である。ケルン、ボン空港へは 110km 離れており、アイスで35分から46分で到着できる。自転車道、遊歩道ヘッセン自転車道、R7 号線が、その出発点である、シュタッフェル地区から、リムブルクセイ道脇を通り、ディートキルヒエンシクを経由して、ルンケルに至る。 R7 号線は、ディートキルヒエンまでは、ラーンタール自転車道やヘッセン自転車道、R8 号線と同一であるが、自転車、歩行者橋で分岐し、エシュホーフェン変区やリンデンホルツハウゼン区を通っている。中核区には自転車道があるが、一貫したネットワークを形成していない。場所によっては自転車レーンのある道路で、つながっていることがある。これは、 狭いスペースに設置できるためない市街で設置が強化されている。遊歩道二つの遊歩道、ラーンヘイエンベイクとラーン遊歩道がリムブルクを通っている。ヤコブの巡礼路の一部であるラーンイコールカミーノも本市を通っている。リムブルク板金工場、リムブルク板金工場は早くも1872年にヨーゼフヘッペル。 ブレヒエムバルラーゲンイコールファブリークとして設立され、現在もそこにある。地域との長い関係性は、その企業名にも現れている。旧ブーデルスベルクの歴史は1900年にまで、遡り、2009年に、ブーデルスカナルグス GMBH として、マイアーイコールグループに編入された。2012年1月1日からマイアーグス、リムブルク GMBH として、 営業は継続されている。この会社は敷地面積についてリムブルクで最も広い会社の一つである。遠くからでも見えるのが1928年に建設され保護文化財に指定されている工場の水道等である。塔には2014年まではブーデルスの商標が描かれていたが、その後マイアーグスのロゴに書き換えられた。 グラスヒュッテ・リムブルクもリムブルクの伝統豊かな企業の一つである。創業された1947年から、ヘッス選手は、同社の株式を所有している。私立ホールの近くにある、本市の象徴的建造物の一つである噴水は、企業テトラ、パックプロダクションズ GMBH&CO、KG によるものである。地元民からしばしば、プステブルーメと呼ばれる、この噴水は、 1975年にこの企業が資金提供して建設された。ムンディファーマ本社、ムンディファーマ GMBH は1975年にフランクフルトアムマインからリムブルクに移転してきた。その敷地は現在保護文化財に指定されている。また、ハーモニックドライブ SE も1988年にランゲンからリムブルクに本社を移した。1994年に ソーダイコールクラブ GMBH として設立され、やがてソーダストリームと改名した企業グループはドイツで唯一の支社をリムブルクに置いている。ベスターバルトタウンス鉄道網の運行を行っていたベックトゥス交通会社 MBH はリムブルクを本社として2003年に創設された。この会社はヘッセン周遊鉄道とベスターバルトバーン GMBH の子会社で 2004年の時刻表改定から2014年の時刻表改定まで、ラーアンタール鉄道のリムブルクからコブレンツまでの区間、ウンターベスターバルト鉄道、オーバーベスターバルト鉄道、レントヒエス鉄道のリムブルクからビースバーゲン中央駅までの区間を運行していた。現在これらの路線は現在、DB レギオとヘッセン周遊鉄道が運行している。リムブルクには2010年から リムブルク制度をデザインした EC カードを発行しているリムブルク軍貯蓄銀行とフォルクスバンクラインラーンイコールリムブルクの2つの金融機関がある。フォルクスバンクは125周年祭に当たる1985年に本社近くのオイローパ広場にベルナーゼンガーとその遺産を記念する記念碑を建立した。この記念碑はゼレナデンホーフに建て直されている。 リムブルクでは発行部数2万5000部のナッサウィッシェノイエプレッセが刊行されている。これはフランクフルターノイエプレッセの地方版である。この新聞の地域編集部はリムブルクのうち市外にある。リムブルクではフェアラークフュアンツイゲンブラッド GMBH のラーンポストノールが40年以上前から刊行されている。2013年をはじめに メディエンやーレーベン出版 GMBH が倒産するまで短期間であるが、週刊のメディエナーレーベンでデ d ザイトゥングが出版されていた。2016年から新たな広告誌、リムブルガー z イトゥングが創刊された。これには主にリムブルク地域のニュースが掲載されていた。この広告誌は2017年5月31日に資金難のため廃刊された。 ヘッセン放送はリムブルクに地域中在員を置いている。バッペンフォンリムブルク号。背景はリムブルク聖堂リムブルクには11軒のホテルと2軒のペンションがある。リムブルクの観光客数は年々増加しており、宿泊客も増えている。州統計局の調査によれば2011年の宿泊業者を利用した客数は前年に比べ7.1%増加した。 月別では、ハイシーズンには2桁の増加率を示し、週平均の4.1%を超えた。リムブルクでの延べ宿泊数は、前年に比べ10.4%増加した。その多くの部分が出張客の増加である。70%を超える大きな割合が、ドイツ国内からの訪問客である。1965年からラーンガワウガンに、キャンプ場が設けられている。 リムブルクは1981年から観光船、バッペンフォンリムブルクの停泊地となっている。船は1987年から就航しており、2012年から新たな業者が運航している。市の東端にあるユースホステルは1964年に完成した。それ以前は市の中心部にユースホステルがあった。リムブルクは2つの観光街道。 ドイツ木組の家街道とラーンの休日街道に面している。リムブルクの公共機関で地域的に重要なのがリムブルク商工会議所とリムブルクイコールバイル軍、思工業社会である。リムブルク地方裁判所司法と警察リムブルクはリムブルク区裁判所及びヘッセン州に9カ所ある地方裁判所の一つリムブルク地方裁判所の所在地である。 地方裁判所のすぐ隣にリムブルク州検察庁ともっぱら男性受刑者が収監されるリムブルク刑務所がある。約150人の弁護士がいるリムブルクは地域的に重要な司法都市である。2011年12月31日まではリムブルク労働裁判所の所在地であったが、それ以降はビースバーデン労働裁判所の管轄下に置かれている。 西平線警察本部は、リムブルクにリムブルクイコールバイル警察本部及び、地域の刑事捜査部門を有している。その階に位置する警察署は、リムブルク、バイルブルク、バートカムベルクにある。リムブルクイコールバイル軍、役場役所、リムブルクイコールバイル軍軍役場の他に、リムブルクイコールベッツラーローム局及び、リムブルクイコールバイル税務局は、リムブルクに本部を置いている。 tu, v, ヘッセンは、リムブルクに、広報センターを有している。アイス駅の向かい側に、ヘッセン州土地管理局がある。これは、ヘッセン州に7つある、AFB の一つである。ホーフハイムに、師匠、バート・ホムブルク、エルトビレ、フランクフルト、ビースバーデン、ウージンゲン、バート・シュバルバッハに出張所を持ち、ヘッセン州南西部を管轄している。 学校リムブルクには基礎家庭学校の他に本家庭、実家学校が3校、アビトゥアを習得できる上級学校が5校ある。本家庭、実家学校の現在の構成は1966年の市議会決議に基づいている。この決議は中核宿をジュートシュタット、ベストシュタット、旧市街及びブルッケンフォアシュタットの3つの学区に分けている。 マリエンシューレ1895年からセイヒルデがある都学校法人が運営する私立ギムナジウムのマリエンシューレがある。リムブルク市教区が唯一の出資者である。この学校はもともとは完全な女子校として創立され、2011年から男子も入学できる教学校となった。ここでは一般的な教育のかに社会教育学的職業や社会、 養護学的職業のための職業教育も行われている。マリエン・シューレは2003年に1999年から2003年まで行われた8年生の数学コンテストで最優秀の成績を収めた学校として文化大臣から表彰された。ティーレマン・シューレ1960年代からシャーフスベルクの新校舎に入居しているティーレマン・シューレは言語、スポーツ、 音楽に重点を置いたギムナジウムである。この学校は1950年代に、リムブルクの都市文書館ティーレマン・エルヘン・フォン、ボルフハーゲンの栄誉にちなんで名付けられた。マリエン・シューレと同様、この学校も19世紀末から存在している。中核宿外にある唯一の実家学校が、シューレアム・エシリス・ホフで、2012、2013の学年まで本家庭部門を有していた。 設立は1908年である。基礎家庭部門では1999年にギフテッドの育成を開始した。リムブルクの名誉市民である商人にちなんで名付けられたペーター・パウル・カヘンスリー・シューレは経済と建築工学に重点を置いた職業義務ナジウム及び専門学校である。この学校は1910年にリムブルクで最初の商人のための学校として創設され、 1966年に、シャーフスベルクの麓にあった旧ギムナジウムの校舎に入居した。現在 PPC シューレは、リムブルクの南、ゼッペリン通りに位置している。2004年に、ヘッセン州文化省は、ギフテッドの生徒育成する学校であるとの認証を与えた。アストリートイコールリンドグレーンシューレは、精神的、肉体的障害者に対する教育を行い、 アルベルト・シュバイツァー・シューレは学習障害者や社会的、情動的発達障害者の教育を行っている。両校は共に、はじめはビルヘル・ミーテン・シューレの数クラスで特別学校を運営していたが、1964年にそれまでの校舎を完全に引き継いだ。ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテ・シューレは1967年からこの名称を名乗っている。この学校はかつての フォルクスシューレスリー及びホスピタル通りの私立実家学校を起源としている。ゲーテシューレの休館は1954年にフォルクスシューレとして単独で完成された。1965年に拡張工事が始まった。1967年に実家学校の生徒が新しい校舎に入居した。様々な技術専門施設を有する職業学校が1960年に 設立されたフリードリヒデッサウアー・シューレである。経済学及び経済情報学コースでも一般的な専門大学入学資格を習得できる。フリードリヒデッサウアー・シューレは p p c シューレと提携しており、ギムナジウムの重点分野である建築工学、情報工学、機械工学のための専門スペースや学習作業室を利用することができる。テオドール・ホイス・シューレは 基礎家庭及び中等家庭の学校で、かつてのビルヘルミーテンシューレを起源とする。1966年に、現在の名称となり、シャーフスベルクの校舎を得た。1967年に、旧市街、ブリュッケンホアシタット、及び当時は、独立した町村であったリートキルヒエンの中心地点の学校として、ラワンタールシューレが開設された。この学校は、基礎家庭、 本家庭、実家学校である。アドルフライヒシューレは1966年に、軍立職業学校として設立され、1年後に、現在の名称となった。絶え間ない拡張の後、この学校は、経済学及び社会学専門学校のほかに、例えば、農業経済学、健康、社会福祉学の専門上級学校や、栄養学、保健学、教育学を重点とする。 職業義務ナジウムをも包含するようになった。アドルフ・ライヒシューレはインターネットのプレゼンテーションで何度も賞を受賞している。大学2016、2017年の冬学期以降、ベッツラー日本部を置くスタジアムプラスはミッテルヘッセン工科大学の分校をリムブルクで運営している。ここでは経営学の2コース、建築学、電子工学、機械製造学、 技術情報学の講義がなされている。図書館聖ヴィンツェンツ病院誌の高台、シャーフスベルクに位置する聖ヴィンツェンツ病院は16の専門診療科と500床以上の入院施設を有し、重点病院とみなされている。この病院は1850年に修道院によって設立され、ヴィンツェンツ会修道所が運営していたラーンハンの診療所を母体としている。 1950年から約100床を備える病院となり、徐々にシャーフスベルクの建物に移転していった。この建物は当初は青年の家として利用されることになっていたが、その後病院に拡張された。1958年にこの建物は完全に取り壊され、1959年に新しい建物での創業が開始され、残りの建物は1972年までに、 大方建設された。2013年、この病院の患者数は初めて2万人を超え、約1000人の子供が生まれた。セイヴィンツェンツ病院は、ユストスリービヒ大学技医選のアカデミックな研修病院でもあり、例えば、ドイツでは、ベルリン以外で唯一、整形外科領域のジョイントケア治療コンセプトのプロジェクトに参加している。公益病院法人聖ヴィンツェンツは、 1> 約1100人を雇用する、この地域最大の雇用種である。2013年に、アイス地区の流通、サービスセンターに、ヘッセン州で最先端の中央薬局が開設された。この薬局は、周辺の病院24人に薬剤を供給している。ドイツ赤十字社のリムブルク軍連合、EV は、バートカムベルク、エルツ、フリックホーフェン、ヒュンフェルデン、リムブルク、 ニーダーブレヒエンの支部協会を参加に持つ。DRK は2012年にリムブルガー、カペレン通りの環状交差手前に移転した。リムブルクの病院はこの他に、ィーツの病院を引き継いでもいる。福音主義協会は、若者たちの集会所、有限とフライザイとしてってリムブルクを運営している。テーブルフットボールやインターネットカフェがあり、数多くのイベントが行われるこの施設には、 教会職はあまりない。ホスピタル通りのリムブルク母親センターは子供連れあるいは子供がいない人にとっての交流の場である。この教会はリムブルク氏及びヘッセン州の支援を受けており、ベビーシッターの仲介サービス、子供と大人のための様々な学習コース、ミニ幼稚園、カフェを提供している。リムブルク氏はプロジェクトノートインゼルに参加している。 これは適切な企業が困難な状況にある子どもたちに避難所を提供し手助けすることを自ら義務づけるものである。リムブルク市立ホールは1996年からはリムブルク、アンデアラーンのかつての市長で名誉市民のヨーゼフ・コールマイヤーにちなんだ名称で呼ばれるが、ショー、会合、会議、およびそれらに類似のイベントに用いられている。 ベスターバルトとタウヌスとの間の全地域の約30万人が利用対象である。周辺には同じような人がよく利用する多目的ホールが存在しない。ここは年間15万人以上の利用客がある。25年以上前に創設された演芸場ティングは最初のシュタッフヘルシクの拠点からヨーゼフ・コール・ハレに移転した。そのクラブルームにステージがある。 ステージは独立した団体によって運営されている。プログラムにはシャンソン、キャバレー、文学イベントが含まれ、ジャズ、ホーク、ロックが演奏される。ソングライターが登場することもある。その主眼は若い芸術家の育成にある。毎月に公演から3公演が開催されている。ティングの活動は2003年12月6日に中央ヘッセン文化賞を受賞した。 リムブルクには1967年からリムブルク聖堂少年合唱団がある。この合唱団はリムブルク市教区が運営している。この合唱団に所属していた歌手たちが1999年に男性ボーカルアンサンブルカメラアタムジカリムブルクを結成した。このアンサンブルの参加者はリムブルクの男性室内合唱団の流行ある伝統を引き継いでいる。主に歌器に 野外コンサートが開催されるイベント会場、ビラシャイトは2012年から文化財となっている。このイベント会場は公園風の敷地で完全に個人の所有である。コンサートの他にキャバレー、イングリッシュガーデンフェスト、芸術作品展示会などがプログラムに含まれる。全国的に重要で、リンブルクで最も古いスポーツクラブの一つがリンブルクウォータースポーツクラブ1895。 1907EV である。クラブ名の1895という年号は、このクラブの前身となった、リムブルク想定クラブの創設年である。現在はこのクラブは、ドイツ想定連盟の練習拠点となっている。リムブルクホッケークラブは、1923年に、VFR07 リムブルクのメンバーによって、設立され、断続的に2つのブンデスリーガーを行き来している。 ここは現在、ホッケー指導センター及びオリンピック強化拠点となっている。このクラブは何度もドイツマイスターのタイトルを獲得し、多くのドイツ代表選手、指導者を輩出している。VFR19 リムブルクのクラブ史上最大の成果の一つが、バスケットボール部門が1997年、1998年シーズンに、 バスケットボール分で3リーが2分に昇格したことである。しかし翌シーズンには再び降格した。男子サッカー第一チームは1994年から1997年まで当時4番目のリーグであったオーバーリーガヘッセンに参加していた。2019、2020年シーズンにはディートキルヒエンのトゥスディートキルヒエンが初めてヘッセンリーガに参加した。チェス競技は リムブルクでは1930年代からすでに組織的に開催されていた。シャッハクラブラーン・リムブルクは1930年11月17日に設立され、その長い歴史の中で何度もヘッセン最高の競技クラスに昇格した。最高の競技クラスで戦った最後は2005年、2006年シーズンであった。1980年代にリムブルクのもう一つのチェスクラブ、 シャッハークラブ系ニヒスフルーゲル・リンデンホルツハウゼンが設立された。ラインラントップファルツ州に属す、隣の市であるディーツには、ルーキーズ・ロケッツの別名を持つアイスホッケークラブ、イゴー・デシリットルのトレーニングセンターとなっている、スケートリンクがある。レギオナルリーが西で成功を収めている、このクラブは2004年に創設された、リムブルクでも新しいクラブである。 前身となったクラブは、1980年代から1990年代に、活動していた、アイスホッケークラブ、D2 コールリームブルクと、1997、1998年シーズンに、当時ドイツで2番目のリーグであった、アイスホッケーリーが一部でプレーした、リムブルガー EG である。中核式には1961年にオープンした、屋外プールがある。現在、 パルクバートと呼ばれている湖のプールはラーン川右岸にあり50メートルの競泳用プールを有している。オフハイム宿のかつての市営屋内プールは非営利団体の協会によって独立運営されているドイツでも数少ないプールの一つである。さらにリムブルク市とディーツ市、リムブルクイコールバイル軍、ラインラーン軍は共同でディーツにあるオラニエンバートを運営している。 リンター市区の市営屋内プールは2003年12月31日に閉鎖され、ケーゲル城に改築された。リムブルク方言は、ナッサウアーラントでは主に、プラットと呼ばれるなど様々な名称を持つ、中部ヘッセン方言の一つである。純粋な形の方言は、リムブルク及びそのすぐ近くの町村で育った年配の人々の間でのみ話されている。 伝統的なリムブルク料理の一つに、リムブルガーゼッカーがある。これはマスタードで味付けされ、パン粉の衣をつけたザワークラウト、乾燥肉、ピクルスが入ったカツリツで、油で炒めたジャガイモやパンと共に供される。料理名は、中世のリムブルク旧市街のケルンからフランクフルトに至る、交易路で最も狭かったクライネリュティ a 4番地の家の前で、 幅広い荷車の荷物を袋に詰め直したリムブルク住民に由来する。リムブルガービショフスクネーデルはフランスカンプハウス司教の時代にリムブルクのレストランで初めて作られた。これはブラッドソーセージまたレバーソーセージを詰めたジャガイモの、団子でザウアークラウトやベーコンのソースと共に供される。カンプハウスの公認のフランツペーター、テバルツバンエルストによって 聖ニコラウス市教区センターでのメニュー開発が知られるようになり、観光客の数が飛躍的に増加した2013年から多くのレストランの宣伝が強化されたことで、この伝統料理は全国的に知られるようになった。メッセ・ウィスキーイコールフェアは毎年春に行われる全国的に重要な行事である。7月最終週のリムブルガー・アルトシタットフェストは何千人もの。 見物客をこの街に引き寄せる。同じく夏にワイン製造業者は内市街で行われるラインアウアーバインターゲでその製品を披露する。リムブルク氏は2007年から2年に一度地元のクラブと企業の協力を得てゾンマーナハトラウフを開催している。このイベントでは個人参加、家族参加、企業参加といった様々なルールが設けられている。 2005年から毎年8月第3週に開催されるサマーゲームスがこの町の一祭りである。この祭りは多くのクラブや企業の支援により毎年5万人の見物客を集めるこの地域最大の一祭りの一つに成長した。2010年9月の第1日曜日に地域を超えて有名なヘッセン州最大の都市のみの市であるリムブルクののみの市が第40回を迎えた。 ヘッセン州中部で最大の民衆祭の一つである、リムブルクのオクトーバーフェストは毎年数日間に、渡って開催され、2011年以降、オリジナルのミュンヘンのオクトーバーフェストに近づくよう強化、されている。11月27日から12月30日まで、クリスマスマーケットが開催される。リムブルク海洋博物館が入居するカッセン島、リムブルクには4つの博物館、 美術館が存在する。第二次世界大戦により、リムブルカほど中世建築物のアンサンブルがほとんどて、つかずで残っている都市はわずかである。すなわち、聖下オルクセ堂、ドグラーベン通り、そして600年前のラーン橋の間のかつて市壁で囲まれていた都市中心部と、保護文化財に指定されているフランクフルターフォアシュタットが保全されている。 リムブルク聖堂宗教建築物公共、建築リムブルク城。背後の塔は、リムブルク聖堂の塔である。世俗建築プレッツェの木組建築の家並旧市街には13世紀から19世紀に建設された木組建築が数多く存在する。1972年の旧市街改修開始以降、これらの建物は慎重に修復された。1階が大きなホールになっている。 中世のハレンハウスが特徴的である。リムブルクの有名な家屋を一家に列記する。記念、追悼のバスターリングラード、記念日リムブルク中央墓地には、スターリングラードの戦いとそれに続く補修で命を落とした兵士を追悼する記念碑が建立されている。これは、スターリングラードの戦いに参戦していた兵士によってデザインされ、1964年に建立された。 ありがとうございます。